六十二千葉殿の女吾宝庫御娘村上の御時の千葉殿の女吾形おかしげに美しゅうをわしけりうちへ参りたもうとて御車に盾祭りたまいければ我が御身は乗りたまいけれど身串の裾はもやの柱のもとにぞわしける。 一筋を道のくがみに置きたるに、いかにも隙見えずとぞ申し伝えたんめる。おめの尻の少し下がりたまえるが、いとど老卓を忘るを、どいと賢くときめかさせたまいて、かくおせられけるとか。生きての世、死にての後の後の世も、 羽をかわせる鳥となりなん。恩返し、女吾。秋になることの肌にも変わらずは、我もかわせる枝となりなん。古今、浮かべたまえりと聞かせたまいて、帝、試みに本を隠して、女吾には見せさせたまわで。山と歌は と、あるをはじめにて、前の句の言葉を仰せられつつ、問わせたまいけるに、言い,いたがえたもうこと、言葉にても歌にてもなかりけり。かかることなんと、父をとどは聞きたまいて、恩装束して、手洗いなどして、ところどころに図経などし、念じ入り手ぞはしける。帝 生のことをめでたく遊ばしけるも、見心に入れて教えなど、限りなくときめきたもうに、霊善院の恩、ははきさき、うせたまいてこそ、なかなかこよなく、覚えおとりたまえりとは、聞こえたまいしか。小宮の意味じゅう目覚ましく、安からぬ者におぼしたりしかば、思いいずるに、 いとおしく悔しきなりとぞおせられけるこの女ごのは腹に八宮とて男こひ一人生まれたまえりおん形などは清げにおわしけれどろ心極めたるしれものとぞ聞きたてまつりし世の中の賢き帝の御試しに諸輿には 行春の帝と申し、この国には縁起天略とこそは申すめれ。縁起とは醍醐の先代、天略とは村上の先代の御子ことなり、その帝の御子、小一条のおとの御孫にて、しか知れたまえりける、いとど怪しきことなりかし。